こんばんは、松原美里です。今日は梅チャンネル、ちょっと見えやすいようにこんなボードを作ってみました。ただですね、これ画面が反転するので、どこまでが画面に入るのかまだちょっと分かりかねてるっていうところがあります。はい、今日は7時から8時までの時間帯の中でこんなことをお話をしてみたいと思います。はい、じゃがじゃーん、こちらをご覧ください。はい、今回のテーマは3月の終わりということで、クラスが切り替わる方もいらっしゃいますし、お仕事の役職が一つ上がる方もいらっしゃるかもしれませんし、またお役目が変わっていく方もいらっしゃるかもしれませんし、縁が変わる方、お仕事変わる方もいらっしゃるかもしれませんよね。というわけでこんな感じで考えております。テーマなんですけれども、あ、ちなみにですね、見えないよとか、もっと右にしてほしいとかですね、見てて思ったら、この梅チャンネルのブロードキャスターの右側にチャットを書き込める場所があるんですよ。で、ここにメッセージを書き込んでいただくと私がリアルタイムで見ることができるので、ぜひちょっとここを見てみてくださいね。で、打ち込んでみてください。そしたら角度が手前の方がいいって言ったらこう手前にできたりとか、もっとボードが大きい方がいいって言ったら近づけたりとか、曲がってるよって言われたらちょっと角度変えてみたりとか、いろいろできるかと思います。はい、というわけでやり取りしながら進めていけると嬉しいなって思ってます。はい、で、改めましてテーマなんですけれども、こんな感じで考えています。はい、こっちか。はい、引き継ぎと次のステージ。はい、業務の引き継ぎというのは、あなたがこれまで重ねてきた努力と信頼を引き継いでいくという時間なんですよ、ということですね。はい、そしてその中身としては、例えば業務の棚卸しにも結果的になりますし、あとはこうそこからどうやったらより良い仕組みが作れるのかっていうのを受け取った人が整理をしていくような、そういうきっかけにもなるかなと思います。で、一方でそれまで自分が愛着を持って一生懸命身を費やしてやってきたお仕事だけに思い入れがすごく強いということで、自己重要感がなかなか手放せずに引き継ぎ自体ができない方というのもあんまり少なくないんですね。で、結果的にそんなに引き継ぐことなんかないわよって言ってしまって、引き継がれた人は結果的に困ってしまうっていうこともあります。で、これは何が起こってるのかというと、自分自身の自己重要感を仕事の中でやっぱり大事に満たしてきた方にとってみると、すごく大きな葛藤が生まれますよ、ということなんですね。はい、あ、メッセージを入力されてません？なんか打っときましょうかね。始まりましたって打っときましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、始まりました。よいしょ、ロピロっときますかね。共有。はい、というわけで、それが心理的な葛藤の話なんですね。で、一方でそういった自己重要感とか葛藤を乗り越えていくと何が起こるのかというと、自分自身も整理がついて次のステージへと階段を上っていくことができますよ、というお話です。はい、で、今日のもう一つのテーマが、なかなかいい場所に持ってくるのが難しいですね。この角度かな。はい、もう一つのテーマがプライベートと仕事の充実というテーマにしてみました。なんでいきなりプライベートなのかっていうお話なんですけれども、これはセカンドキャリアっていう言い方を少し前にされて、で、結構流行った言葉だったと思うんですけれども、私以前オールアバウトというサイトの育児の基礎知識っていうののガイドをしていたんですけれども、その時にガイドさん同士の集まってみんなでこう交流会をする機会がありまして、で、私は育児の基礎知識のガイドですってことでお邪魔したんですけども、その時にセカンドライフのガイドさんがいらっしゃったんですよ。で、セカンドライフってなんかかっこいい言葉ですけど、何書いてるんですかって、私も必死で記事書いてたので、どんなことをネタにされてるんですかって聞いたんですけども、実はこうずっと20、30代、40代、50代、そして定年間際までずっとずっとお仕事を続けてきた方が退職された後にお仕事っていう生きがいがなくなってしまった時に、
自分が何をしていいのかわからなくなってしまうということが実は今起こっているそうで、退職して自由になれると思ったのに、自由になったら抜け殻のような自分になってしまったということで、なんかぼーっとしてしまったり、自分探しをそこからスタートするっていう方も少なくないんですよっていうお話があったんですね。で、そうなる前にやっぱり仕事はもちろんですけども、仕事以外の自分も見つけておくということ、自分は何が大好きで、どんなことしてる時が嬉しくってとかっていう大事なプライベートの部分をどれだけ大事に考えることができるかっていうところですね。その中にはもちろん家族や家庭のこともあると思いますし、趣味のこともあるかもしれません。もっと時間ができたらあれしようって思ってたけど、時間ができたって いつ時間ができるのかって考えたら今だったと。で、何十年も我慢してきた趣味を今更始めるなんて人もいらっしゃったりしますよね。なので思い立ったら今なんですよね。あの、いつやるの今でしょって言葉がありましたけども、あれはすごいなって思いますね。迷ったら今なんですね。というわけで、プライベートと仕事の充実、はい、仕事の課題とプライベートの課題、実はこれ共通点があったりしますよということで、私自身も歌のレッスンを受けてたんですよね、ずっと。で、そのバンドのボーカルの時に結構それを感じたので、その辺のお話もしてみたいなと思います。はい。そしてそこで自分自身を生きるっていうことができた時に、実は仕事の幅も広がるんですよっていうお話もここでちょっとしてみたいと思います。はい。それではまずは引き継ぎと次のステージというところお話をしていきたいと思います。はい。チラチラ時々見ますけども、ずっとだとあれなので一旦下ろしますね。はい。で、仕事の中における引き継ぎというお話なんですけれども、引き継ぎって、私は今保育の業界ですとか、あとは自分自身がこの講座をやる個人事業主として梅花リレーションズというものをやってるんですけれども、その中で自分一人でこう仕事をやってくるのがそろそろ限界になってきまして、事務の入り口だったりそういったところを手伝ってくれる方にお願いを今してるんですね。で、その時に自分が何気なく今までやってきたことをこう紙に書き出してみたり、何を普段自分は考えていたんだろう、どんな風に受け取ってどう反応をして、どんな風にそこでやり取りをして流れを組んでいたんだろうっていうことを改めて棚卸しをする機会があったんですね。で、それやってる途中ってすごいこう自分でもまどろっこしいんですよね。これは多分他の業界でも一緒だと思うんですけれども、なんというかここまで言葉にしないといけないのかっていうもどかしさ、道のりが遠すぎて全部なんか伝えきれないなっていうふうに思ってしまったりするんですけれども、だからといって端折ってポイントだけで言っていくとうまく伝わらなかった部分で結果的にこう支障が起こってしまったりっていうことがあるんですね。そこですごく悩んで整理をして書き出して、で、結果的にそれが自分にとっても一緒にやってくださる方にとってもいいことで、かつその後に改めて自分の持っているお仕事の仕組みを見直した時に、もっとこんなこともできるんじゃないだろうかっていうふうに幅を広げていくいいきっかけにもなったんですね。はい。で、これ保育とか個人事業主だけじゃなくて、いろいろなお仕事の中であることだと思うので、ちょっとこうポワン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 と枠を広げて考えていくんですけれども、例えば、はい、保育だとクラスや担当が変わるときで、例えばお仕事ですと部署が変わるとき、あるいは自分が最前線で営業だったり何か企画をしたりっていうのをやってきたけれども、後輩さんが入ってきて後輩さんに自分のやってた仕事を託すっていう風になった時、はい、こういう時にできるプレイヤーさん、こう本当にそういうお仕事が得意で、あるいは今までにずっと苦労しながらそれを積み重ねてきて自分がよくできる状態になっている人が次の人を育てていくっていう段階になった時に、その内容を伝えるということ自体が結構大変だったりしませんか？はい、これに結構悩まれるっていう方よくお話を聞くんですね。で、あとは
そうですね、役職が変わるとき、自分自身が例えば課長さんをやっていて、で課長さんを次の人に引き継いでいくというときに、もしかしたら自分自身は次の役割で手一杯になってるかもしれない、はい、でもその中でも新しいことも頭に入れながらも、次の今までやってきたことを今これからやってもらいたい人に引き継いでいく必要があって、で頭の中が混乱してきて、こんな感じで大丈夫ですっていうふうに言ってしまうことってあるかもしれないんですよね、はい、でこれは保育の業界の中で言うと、だいたい3月の末の時点というのは、今年度、今年の3月から、4月から5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3とやってきた子どもたちの個性だったり、いいところだったり課題だったりっていうところ、あるいは保護者とのやり取りで大事にしてきたところっていうところを、次に受け持ってくれる先生にお願いしますっていうふうに言うとき、そんなときにこうちょっとしたやっぱり自分が気をつけてきたことや積み重ねてきた関係性、これまでにあった出来事なんかをお話ができているのと、できないでまずこの記録読んでもらえば大丈夫ですからって言って渡してしまうのとでは、その時を境に全く対応が変わっていってしまうんですよね。で実はこんなこともありました。はい、あるクラスでは引き継ぎって言ってもやっぱり何をしていいかわからなかったと、はい、でまあ時間は設定しましたし、で顔を合わせて話をしてみるんですけども、ここではこういうことがあるので大丈夫だと思いますって、困ったらこの記録見てもらえば大丈夫だと思いますって言って、なんかこう世間話をして終わっちゃったんですね。で4月になって新しいクラスになって子どもたちが来ました。で保護者とのやり取りの中で、実はそのある保護者がとても大事にしている出来事があったんですね。でそれは元の担任はその方、保護者の方の性格だったり気にされる部分っていうのをすごく知っていたので、配慮しながら言葉遣いだったり見方だったり伝え方だったり、あるいはこう心配された時の対応の仕方だったりっていうのを工夫をしていました。けれどもあるもう一人のその引き継ぎをした方の担任の新しい方の方は、それはなんとなく聞いてはいてもどういうふうに気をつけていいのかがよくわからなかったそうなんですね。で実際にやり取りが始まって、どういうことなんですかって、去年もこういうことありましたよねって、であの時にお話ししたはずなんですけどって、どうなってるんですかっていうことで問い詰められてしまうっていう場面があったそうです。でこれはすごく大事なのは、これまでに前の担任が積み重ねてきた担任を通しての園への信頼っていうものが、新しい担任になった時に上手にそのまま積み重なっていければいいんですけども、新しい担任がそこを積み重ねてきたものを上手にキャッチ受け継いでいくことができないと、そこで重ねてきた信頼がガラ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 って崩れていってしまう可能性がありますよっていうことなんです、はい、どんなに重ねてきた信頼であっても、それが引き継げていない縁ってどういうことなんだろう、縁の中の関係性やあとはコミュニケーション良くないのかなとか、他のことも大事なことを受け継いでもらえてないのかしら、なんていうふうにいろんな不信感がもやもやもやって湧いてきてしまったりするんですね。でそうするとことあるごとに衝突が起こってしまったり、それまでスムーズにいってたことがこう一回一回立ち止まって確認をする必要が出てきたりっていうこともあります。で一個一個クリアしていく中でもう一度信頼を積み重ねていけばいいんですけれども、できればやっぱり前の担任が大事にしてきたことを次の担任に上手にバトンを渡していく。リレーで言うと、最初の走者が守ってきたバトンを次の走者がしっかりと受け取っていく、落とすのではなく受け取ってその人の走りに変えていく。それができてくると、また子どもの成長っていうのはその上につながっていく部分としてどんどん乗っていくことができる、はい、でそういった信頼を受け継ぐのも引き継ぎの大事な役割なのかなというふうに感じています。はい、そうですね、私自身も施設長という役割を担った時に、そもそもですね、
私これまで保育園に勤めて、で児童養護施設に勤めてっていうふうにしてましたけれども、新人さんは体験があります、中堅も体験はありますけれども、主任って担当したことがなかったんですよ。主任も経験してないのに、いきなり施設長っていう役割を担うことになってしまったんです。でその時に施設長っていうものの仕事のどういうものなのかっていう、その役割自体もそもそもよく見えなかったですし、なんか全容が見えない中で手探りでそのお仕事をいただいて前に進んでいくような、そういう感じがあったんですね。で当時私の前施設長という方が介護をやっぱりこうすることになったので、退任しますよということで、それまでやってたお仕事を年間でこう簡単に書き出したものを私にくださったんですね。でその紙を見れば大丈夫よって、そんなに大したことしてないわよって、それはきっと謙虚にねおっしゃったんですよ。で私も全容が見えないものですから、あそういうものなんですかって、大丈夫よ、それ以外はクラスに入ってる感じだからって言われてですね、あクラスに入るっていうことと、そのなんかこうもろもろっとしたことをやっておけばいいのかって、自分何を求められてるのかよくわかんないなって思いながら、その施設長という役目を引き受けたんですね。で引き受けてみて、例えばこう施設長になりましたのでっていうことで、施設長交代のはがきの作り方、はい、出すんだよと言われたんですけど、どう作るのかとか考えたことがなかったんですよ、はい、で作り方で、近所にどのぐらいご挨拶に行ったらいいのかっていうのも、その時ははがきを出すことで精一杯だったんです。でも実は時間はあったんですよ、時間はあったんですけども、なんかこう自分がどこまで出しゃばっていいのかも全くわからなくってですね、園の中でクラスの手伝いをするっていうところに入ってしまったんですよ。ただよくよく後で考えてみると、お散歩先でいろんな園の方たちと会うんですね。でそうした時に、ああどこどこの保育園の施設長変わったのねって、あら私挨拶受けてないわよって言われるわけですね。で、ああすいませんご挨拶遅くなりましたって言って、行く先々でご挨拶をしていたんですけれども、今思えばこんにちはと、この度どこどこの園に施設長として退任就任することになりましたって、松原美里ですって一言頭下げに行けばよかったんですよ。当時中町台の地域の保育園13園ぐらいだったと思うんですけれども、その時にできなかったんですが、結果的に後々地域の中での保育の一貫性だったり連携だったりっていうことが課題になってきて、私全部の園に電話かけて中町台保育カフェっていうのを収集かけて開催するように結果的になったんですよ。でそれやっていく中で、やっぱり地域の連携とかお互いに知り合っていくこと、協力体制築いていくことって大事ですよねっていうお話になったので、あの時に気づいていれば、もっとこう地域とのやり取りっていうところをこう大事に考えることができたらって。でもまあそこまで私も気づきませんでしたし、前の施設長もそこまできっと頭が回らなかったんですね、はい、というのが一つ。それ以外にも行事の時に、例えば来賓の方をどこまで呼ぶのかと、で自分としても誰が来るのか分かんないんですよ。これまで誰が来ていて、どこまでの役割を誰が担っていたのかっていうのが全く分からないので、結果的に連絡できなくて大事な人にお声かけし損ねてしまうところだったんですよ。で直前で、ね、どうなんですかって聞かれて、あこの方は私が連絡するべきだったのかっていうふうに気がついて、本当に申し訳ございませんって、ということはあの関係の方、あの関係の方、この関係の方にもお声かけするべきだったんだろうかって気がついて、でいろいろとこう手探りで連絡を取っていってっていうことがあっちこっちでありました。でもね、分かんないんですよね、そこまで。でそもそも保育業界ってそこまで書類ですとか引き継ぎの内容ですとか業務の棚卸しですとか、そういったことってあんまりやってる縁が少なかったと思います。でもともとちょっとこう振り返っていくと、地域のために、地域で働く人をサポートしていく、地域全体の子どもを支援していくっていうところで家庭の代替としてできた保育園なので、保育とか福祉とか
そういう心のあったかい人が作ってきて今ここにあるっていう保育園が多分長い保育園は多いと思うんですよね。で、そういう方たちは子供に思いはすごくありますけれども、企業みたいにマニュアルがしっかりしてるかっていうと昔は全然そうではなかったですし、やっぱりだんだんこうやってくる中で国からの支援が入ってきたり、こう補助金が出るということはこういう書類をしっかりしましょうとか、全国統一の規定を作りましょうっていう中でだいぶ細かくなってきて、である程度園の、最低なところは合わせてそれ以外の部分で個性を出していくっていうふうになってきたと思うんですけれども、もともとそういう、 こう内部のマニュアルを作るっていう文化があんまりなかったと思うんですよ。多分ここ10年未満だと思います。はい。で、そういった中で私は自分が困ったので、はい、見えないことが多すぎて私が困ったので、はいって言って業務の棚卸ししましょうって提案したんですよ。はい。事務の方は何やってるんですかって、1年間通じてどんなお仕事してくださってるんですか、4月にすごい忙しそうですけど何やってくださってますって。はい。で、クラスの担任もヒヒヒヒ言ってますけども、ちょっと棚卸ししましょうって、で、何月がだいたい仕事が多くって何月になるとすくんですかね、なんていう風な話で自分自身も知りたかったですし、全体を客観的に見るためにその仕組みを作りたいなって思ったんですよね。で、そのお話を振った時にまず出てきたお話がですね、忙しいのに今やるんですかっていう声なんですよ。まあそりゃそうですよね。日々子供たちを見てますから仕事が増えるっていうことで、なんかっていう反応が正直ありました。はい。なんですけれども、皆さんのためですよって言って、本当に皆さんがねもっとお仕事楽になるために見える化していきましょうねって言って、こうちょっと悪魔のささやきでね、天使のようなささやきを悪魔風に言ってみたりとかしてね、はい、いろんなことをして作ってもらったんですけども、見えてきたものを照らし合わせていった時に、例えば結果的に4月5月とやっていくと、5月の半ば頃からちょっと仕事に余裕が見えてくるとか、あとはこう内容的に3月の入ったぐらいから、ね、次年度の準備が激しくなってくるとか、こう運動会終わった後が少し空くとか、そんなところも見えてきたり、例えばそうですね、9月に集中している業務、ここちょっとこう大変なんだとしたら前倒しして8月からやり始めたらどうなんだろうとか、はい、そんな風に仕事をバラバラにこうずらしていくことによってちょっとこうやりやすくなるってこともありました。で、その表を作ったことによって引き継ぎする時にもその表をもとに、先生このお仕事なんですけどって言って、クラスの中のお仕事だけじゃなくて行事の分担、はい、行事も園保育園の中でいうと入園式、あとはそうですね、5月の子どもの日の集会で、例えば七夕祭りとか運動会とか、あとこうクリスマスの発表会とか、まあ年間でもいろんな行事が大なり小なりあるわけなんですけども、その行事を引き継いでいくときにも次の担当にここの行事こういうことですよって、それを引き継げる材料を作れることになったんですよ。ただなんとなく引き継ぎされると、なんとなくこう受けたけどやってみたらいろいろ分かんなかったりして、先生あれどうなってんのってツッコミが入るんですよ大体。それが引き継ぎをしっかり作ったことによって、あ、5月になったらこれやればいいんだ、6月になったらどこどこに連絡入れればいいんだ、歯科検診の準備はいつなんだっていうのが分かってきました。で、表を見ながら、先生この歯科医院の連絡って子ども園の場合はどうしたらいいんですか、そうだよね、この仕組み今年から変わったんだよねって言いながら一緒に相談していく中で、抜けだったり落ちだったりってことが減ってきたんですよね。で、本人たちもやりやすくなりましたし、まあ、どんどん保育の業界って今変わっていく真っ最中にあるので、全く土台がないままで変わってしまうと、もう全然収拾がつかない状況になってしまうんですが、ある程度引き継ぎの土台があった上でそれを次の方に、そして社会の変化とともに変えていくことによって、いろんなことにこう気がついたり応用が効いたりっていうことが出てきます。はい。ということで引き継ぎっていうのがすごく大事だなっていうところと、あとポイントとしてこんなことを
お伝えできるといいかなというところをご紹介するんですが、ただなんとなく漠然と最初から最後まで伝えるとですね、よく先生、私1時間も時間かけてあんなに一生懸命お話しして引き継ぎしたのに、見てくださいよこの仕事ぶり、これはあんまりじゃありませんか、私の1時間を返してとかって言うんですね。でも先生どうやって伝えましたって、いやだからこうやってこうやってこうやってって、ああなるほどなるほど、一生懸命ね伝えてくださいましたね。で先生、ちなみにこれのポイントって何だと思いますって言うと、えポイントですか、何ですかね、何のためにこの行事やるのか分かります、先生どう思ってます、日本の行事を通じて子供によりよく育ってほしいっていう願いを受け継ぐってことですかね、そうですよね、それ伝えましたって、それは伝えてないかもしれません、じゃあ何伝えてくださいました、いつ何を出すとか、誰にいつ声かけるとか、ああなるほどなるほど、どうです、確かにいつ出すのか出してますよね、はい、声かける、声はかけてません、内容は伴ってないんですけど、先生がおっしゃったことはある程度伝わってます、でも大事な部分が抜けてるんですねっていうことがよくありました。というわけで、伝える時には内容、そしてその行事や出来事の意義、なんでやるのか、目的、何の目的のために、何がゴールなのか、その出来事によってどんなことが得られるといいのかっていうところを棚卸しをしていく、自分でも一回整理をした上で話をした方がいいです。行き当たりばったりで伝えようと思うと結構グダグダになっちゃうんですよ。あと自分がまとまってないのでもやっとしたことが相手に伝わってしまいます。そうすると全容が見えてない相手はもやっていうのが伝わっちゃうんですよ。困りますよね、結局何が言いたかったんだろう、とりあえず連絡入れればいいのかな、とりあえず行事の係だからってことだけ覚えておこうなんていうふうに、ちょっとこうよくわかんない引き継ぎで時間がもったいないってことになっちゃいます。はい、あとはもう一個大事にしたいのが要注意事項っていうのを引き継ぎをした方がいいです。要注意事項って何かっていうとですね、例えば皆さんやあなたやあなたの関わってきた他の人たちが以前その行事や役割を通じて起こったことがあるトラブルだったり事件ありますでしょ、でってそんなことが起こるなんてっていうことありますでしょ。でそれって学びの機会なんですよ。そこで起こった出来事や学びの機会をその人だけでとどめてしまうと、それは縁の宝を捨ててしまうことになるんです。はい、ですのでそこで気づいたこと、学びっていうのは縁全体の宝物、リソースにしていく必要があるので、要注意事項で例えば、はい、まあ、うちも縁の前に竹の林がありましてね、でそれ七夕の時にこうただ切っちゃうわけにはいかないので公園の管理局に電話を入れてたんですよ。はい、で毎年電話を入れて刈らせてもらってたんですけど、ある年に電話を入れたら、それは都筑区の公園管理局に申請をもらいに行ってくれって言われたんですよ。でってなってですね、去年までと違うのってなって、こう連絡を取りに行ったら、その年は窓口でのやり取りで紙を出すだけでよかったんですよ。けれども次の年は実はなんか1週間ぐらいちょっと申請に時間がかかったりして、予定してたその期間よりも大幅に直前になってしまったんです。余裕持ってやってたはずなのに。で次の年にはその申請に時間がかかってしまったってことと、あと窓口でうまくそれが伝わってないこともあるかもしれない。なのでその期間が必要かもしれないよっていうのを次の年に引き継いでいくことによって、あ、じゃあこういうことを踏まえた上で七夕だけど6月の初めぐらいから公園管理局に電話を入れた方がいいかもしれませんねとか、そんな風にやり取りを引き継ぐこともできます。でこれが結構大事だったりします。はい、そういうのも まあ、あとはね保護者関係でのトラブルっていうのも伝説になることありますでしょ。その伝説はレジェンドで流すんじゃなくてちゃんと教訓にしてってくださいね。はい、
まあ、この辺は保護者対応の講座なんかでも時々お話しする内容なんで、ご興味がありましたらまたの機会に。はい、というわけ で次にですね、こういった業務内容を引き継いでいくときに結構大事なところが、お仕事の中で自己重要感や自分でなくちゃっていう自分に依存する仕組みを作っている方へのちょっとした警告でもあるんです。はい、お仕事ってやればやるほど自分だからこそ相手は受けてくれたとか、松原さんだからいいですよとか、松原さんを信頼してやりますよとか、いつもお世話になってますからねって、そう言われれば言われるほど私は嬉しいんです。で、ああ頑張ってきてよかったって、自分の努力が報われたって思うんですよね。ただそれは私を通した縁全体としての財産であるべきなんです。それはもしも私が施設長を退任してしまった時に、私の顔だけで持っている仕組みだとしたら、私が辞めてしまった時にどうなりますでしょうか。ああ松原さんいなくなったのね、はじゃあ松原さんにお願いしてたから私他の縁でいいわっていうことが起こってしまうんです。そうなると、これまで築いてきたはずの信頼や積み重ねてきた仕組みだったりとか、あるいはたくさんの苦労を共にしてきた、そういうたくさんの人たちの顔っていうものが、その人の存在と一緒に昔の歴史になって知ってしまうんですよ。はい、過去のものになっていってしまう。それではもったいないんですね。縁の財産はその人の存在を通してその中にずっと蓄積されていくものであってほしい。はい、だからこそある程度のところで仕組みをしっかり作ったら、次の担当者を立てる、担当者を立てる中でその人への信頼の引き継ぎを行っていく必要があるんです。はい、でそこで生まれてくる葛藤というのが、じりじりする、ああ私が作ってきた実績なのになっていう、この切ない感じなんですね。ああ私が何年間こんなに寝る時間も惜しんで、休みの日もこんなに仕事に費やして、あんな思いもこんな思いもしてきて、精神をこんなに費やしたのに、この自分が得たものを全部人に譲ってしまうなんて、って譲りたくないっていうこの葛藤感なんですね。でこれがチリ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 って湧いてきた時に、ちょっと意地悪言いたくなったりする場面もあるんですよ。これがね、人間のエゴってやつなんですかね。でそれをやってしまうと何が起こるかというと、人って悪意に敏感なんですね。なので、あこの人が悪意を持って対応したなっていうことを、その人はやっぱり受け取ってしまうので、あじゃあ分かりましたって、もう大丈夫です、自分でやりますからっていうお話になってしまって、結果的にその後つながりが途絶えてしまったり、帰る場所がなくなってしまったりすることもあります。はい、葛藤が大きいのはそれだけお仕事にその方が一生懸命費やしてきたから、その今までがあるからこその葛藤です。だからこそあなた自身のお仕事の醍醐味や、その素晴らしい青春の日々、輝かしい日々をぜひ皆さんの後任さんに上手に手渡しをしていく、花束を渡すようにその実績を引き継いでいくっていうことをしていただけたらなというふうに思います。で葛藤っていうものがつきまとうんですけれども、寂しさとか葛藤とか、私は一体何だったんだろう、あの運転感は何だったんだろう、私はもういらないのかなとか、いろいろ思っちゃうんですね。でこれまた後任さんが優秀だと優秀なほど、ああ私の存在かすむわとかね、思っちゃったりするんですよ。でまあうちもね、あの元保育園すごく先生たち優秀だったので、ああってもうなんかおばあさんみたいな気持ちになっちゃって、あとは若い人だけでやってください、もう何もお伝えすることはありませんとかっていう気持ちになっちゃったりしてね、なんかこうちょっといじけた気持ちになったりもしたんですけども、いいんですね、それはそれで。その分伝え残してることがないかをとことん棚卸しをしてみるんです。そうすると残ったものが、あなたの存在がもしもその縁から消えたり、その役割から消えた時にもちゃんと息づいていきます。この間私縁の1年経った後に
卒園式にお邪魔してきたんですけれども、松原先生がやってきた仲間違い保育カフェとか子育てカフェは、松原先生はいなくなっても上手に仕組みとして先生たちが受け継いでくれてますよって、形を変えながらも続いてますよってお話をいただいたんですね。ああそうか、私はもうずいぶん隠居した気持ちでいましたけど、ちゃんと私の魂は残ってるんですねっていうことで、すごい嬉しかったなっていうのを覚えてます。はい。で、次のステージっていうのはおそらくやり尽くした後に始まるものなんじゃないかなと思います。未練を残したままではその次に行くことはできないんじゃないですかね。多分後ろ髪を引っ張られてしまって過去の栄光にすがりたくなってしまうんです。ですので、やりきるってこと、やりきった上でこれからの自分を改めて棚卸しをしていくっていうこと、やりたいこと、これから作っていきたいステージ、自分がどうなっていけるといいのかっていうところを、またそこから作っていく新たな創造の段階に入っていくんだと思います。これが新たな部署かもしれませんし、新たな地域かもしれませんし、新たな子育てだったり結婚だったり、全然違う分野になるかもしれません。また転職かもしれませんよね。はい。で、その時にどれだけこうエネルギーを貯めて没頭していくことができるかっていうのは、おそらくやりきったことがあるかどうかっていうところにかかってるような気がします。はい。ぜひやりきって棚卸しをして、次の方にバトンをしっかり引き継いで受け継いだ上で、皆さんの輝かしいステージを、新しいクラスの子どもたちを作っていくのもいいでしょうし、新しい園の先生と一緒に作っていくのもいいでしょうし、新しい部署でこれからこんにちはって入っていくときに、新たな仲間と一緒に作っていくっていうのもワクワクすることですよね。はい。ぜひ取り組んでみていただけたらと思います。はい。そしてその後に続くのがこちらのじゃがじゃん、はい、プライベートと仕事の充実というものです。はい。プライベートと仕事の充実というところで言うと、はい、趣味の話になってくるんですね。私結構いろんな趣味をこれまで持ってまして、実は児童養護施設に勤めていた頃はだいぶ仕事で悩んだりすることがあって、保護者のやり取りだったり思いはあるのになかなか空回りしてしまうやり取り、子どもの状況がなかなか改善しなくてすごく悩んでしまうっていうこともありました。で、そんな時にもしかしたら私海がなかったら病んでしまったかもしれないなって思うんですけども、ボディーボードにはまっていたんですよ。はい。海に入って波待ちをして、で浮かびながら自然の原理を体で感じていったり、波に乗れる時と乗れない時っていうのがあるんですね。乗れる時っていうのは自然とリズムが自分が一体になって、自分がふーっと浮かぶような感じになった時に、波が背中を押してくれるようにふーっと滑っていくことができるんですよ。けれども乗ってやる、あの波に乗ってやるって言ってエゴ満開でこうブワーっていくと、なんか力みすぎて波に置いてかれてしまうっていうことがあるんですよ。はい。で、そんな風に自分が今どんな状況になっているのか、ボディーボードのその波に乗る乗れないっていうところで自分を推し量る基準にもなりましたし、あとはドルフィンっていうのがあるんですね。波、大きな波が来た時にそこに向かって真っ向から対立をして、あの波を越えてやるってやるとですね、波が大きかったり力が強いほどにボードがぶち当たって打ち負かされて打ちつけられてしまいます。大きな波に直撃して打ち負かされた時の衝撃はたまらないですね。背骨が折れるかと思います。はい。で、そんなことがあるとだいぶ労力を消耗してしまいますので、体力も気力も。ですので大きな波に対しては潜るんですね。サーファーはドルフィンといってイルカのように板を体重で沈めて波の奥底に潜って裏側に出ます。はい。そうすると一番力があるのがこの部分なんですけれども、この部分を避けてヒューッとこっち側で新しい波を待つことができるんです。はい。これって保護者とのやり取りや児童相談所の
あのケースワーカーさんとのやり取りもそうなんですけれども、まあ、私もちょっと気が強いと言いますか、まあ、元気が強いと言いますかね、あの絶対こうですって言ってガツンと行くんですけど、大体ぶち当たってやられてしまうんですね。もしくは思っても見ない方向に話が展開してしまって、子供のためを思ってるはずなのになんか嫌な結果になってしまう、そんなはずじゃなかったのにっていう思いを何度も何度もしたんですね。で、ああそうかと、ドルフィンだなって、ちゃんと大きなもの、大きな力、あるいは新しい思いを持ってる人たちと一緒にやるときには、まずは懐に一緒に入ってみよう、そこから一緒に考えてみよう、その人と一緒に波を待つ、つまり同じものを見るところから一緒に社会を見てみようっていうことで、ドルフィンってすごいなって今も思います。はい。あとはですね、あのボーカルのトレーニングもすごいしてまして、歌が大好きなのでバンドのボーカルをやってたんですね。で、大体あの施設長になって5年間の中でずっとバンドのレッスン、バンドの練習を3ヶ月に1回ぐらいこうお仲間の皆さんとやっていたんですけども、こう自分がっていう気持ちがいっぱいの時って声が強くなりすぎて、なんかこう裏返ってしまったり、自分の声だけがバンドの皆さんより浮いてしまったり、空回りしてしまうような状態になったりするんですよね。で、そういう時に客観的に IC レコーダーとかこう録音する機械で自分の歌を聞いてみて、あ、今走っちゃってるんだなとか、あと合わせている空気感はどうなんだろうか、あ、皆さんはちゃんと私のことを待ってくれてるのに私は聞いてなかったなとかいうことに気がついたりするんですよね。で、そういうことがあると、実は縁でも似たようなことが起こっていたりします。これは本当に同じ人間なので、場所が縁であろうと、例えば趣味であろうと、全然違う場所であろうと、どこに行っても同じような出来事って起こっちゃうんですね。なので、そこで気がついてちょっと手放してみる、一緒に作るっていうことに自分が意識を向けてみると、そこから生まれてくるもの、ハーモニーを楽しむことができるようになってきたりします。バンドでも感じたのはそういうハーモニーの部分が特に強かったんですけれども、一体感とか、そうですね、あとはそれをもしも縁に持ち帰った時に、やっぱり職員の、自分と一人の職員とのやり取りだけではなくて、いろんな正職員とのやり取り、そして非常勤で来てくださっているいろんな先生たちとのやり取り、また清掃で来てくださっている方、いろんな方が関わったり、地域の方とのつながりっていうのもありましたけれども、全てにおいて自分の言い分だけを通すっていうのは通らないんですね。で、誰かが正しいとか一人だけが正しいわけではなくて、みんな正しいんですよ。みんなベストを尽くしている。じゃあ誰かの言い分が正しいっていうところに立つのではなくて、みんながベストを尽くしているのであれば、どうやったら輪が生まれるんだろうっていうことを考えたときに、ああちょっと力みを抜いてみようかなって、でここにハーモニーがあるんだって考えて、もしも作るとしたら何ができるだろうかっていうふうに一緒に対話をしながら、先生はどう思いますって、今こんなこと起こってるんですけどねってやり取りをしていったら、いろんな答えを先生たちが出してくれるようになりましたね。でそんなふうに仕事の課題とプライベートの課題っていうのは実はつながってますよって、あれこっちかな、あれこんな感じですね。はい、仕事の課題とプライベートの課題には共通点がありますよっていうところです。で、生きるということ、自分自身をそのプライベートの中で生きることによって仕事への幅も広がりますよということですね。はい、生きる、なんというかですね、これは保育業界だけかどうかはわからないんですけれども、私が入った当時の20年前ぐらいの保育業界っていうのは、ほぼ仕事大本命っていう感じでですね、どっちかというと朝どれだけ早くからどれだけ一生懸命仕事に没頭したか、私こんなに仕事に時間費やしてるんですよ、こんなにやってこんなにやってこんなことも努力してるんですっていうことを、なんかこう表明することが
すごいことみたいなところがちょっとありましてね。で、私のいた縁だけかもしれないんですけども、どっちかというと、まあ、業務の効率化っていうのはすごい程遠かったですし、残業なんて当たり前でしたし、残業代ってつくんですかっていうような業界でしたね。でむしろ残業代いらなくても喜んで働いちゃいますっていうのは、私も児童養護の時にいっぱいやってました。だって可愛いんですもん、子供たち。だって楽しいんですもん、仕事やればやるほど伝わりますし、やればやるほど子供に愛着湧いてくるんですよ。なんならもう泊まり明けの勤務でも子供と一緒に銭湯を連れてったりとかね、自分の部屋に連れて帰ってきたりとか、なんかいろんなことして子供と一緒にいかに自分が過ごせるかってことを日々考えてました。ですごい幸せでしょうがなかったんですよ、あの時期はね。はい。なんですけれども、やっぱり私は海があったから自分とそれ以外を切り離す境界線が持てたんだと思います。はい。なぜかというと、その当時夢の中で私がすごい見ていた夢というのがありまして、荒れ狂う海の中で自分がこう自分の船が沈没していくっていう夢をすごい見てたんですよ。で、うわーって言いながら起きるんですけれども、それは何なのかっていうと、現実的に児童養護っていうお仕事の中でいろんなケースがあるんですけれども、すごい幸せな人ってあんまり来なくて、例えばいろんな精神疾患があってやむを得なくこちらに入ってますよって人もいれば、あるいはこう、そうですね、借金ができて返済するまでの間にちょっとこう預かってほしいですよっていう人もいれば、あるいはある宗教の人がこう、例えばあるちょっと事件を起こしちゃいまして、その関連で親御さんがちょっと今違うところにいるので入ってますよって人もいますし、あとはそうですね、ちょっと母子家庭、父子家庭でどうしてもお父さん働かなきゃいけない、お母さん働かなきゃいけないっていう中で、働いてる期間、時間帯の中で誰が子供を見るんですかってなった時に、まあ、もちろんそのシングルマザー、シングルファザーで今保育園に預けて働いている方もたくさんいらっしゃるんですけども、例えばめちゃめちゃ借金が多かった時とかですね、まあ、そういった時にその借金返すためにもう本当に保育園の時間じゃ収まらないぐらい一生懸命働いてた方もいらっしゃったんですね。で、そういった事情で預けられているお子さんたちの子どもと関わってる中でも、なんかこう、もちろん児童相談所と、そして保育、児童養護施設と、で保護者と3者で面談をして、こう道のりを作っていくわけなんですね。じゃあ1年後にはこういう状況になったらいいですね、2年後にはこうしていきましょうね、3年後にはこうしていきましょうねって。で、作っていった上で一緒に連携図りながら子どもの生活を見ていくんですけども、なぜかこう良くなっていく人もいれば、さらに悪くなっていく人もいるんですよ。あれって、あれ目標立てたのにって、どうして一緒に意思の共有をして子どものためにってこれだけ約束したのに、なんでさらに子ども増えちゃうのとか、あれって働いてたはずじゃないのって、どうして男の人が新しい人に変わってるのとか、まあそれはねいいんですけど、なんか気がつくと螺旋階段を落ちてくようなケースも中にはあって、なんか私はすごくその時期に、どうして人の人生ってこんなに不平等なんだろうって、すごく悠々と楽しそうに人生を一生歩んでいくような人、お金にも全く困らないで悠々と過ごす人と、どうして子供には罪はないのにこんな悲しい思いをする子供っているんだろうって、すごい悩んだんですね。人が生まれてくる意義って何なんだろうとか、すごい悩んで、チベット生と死の書とかいろんなものを読んだんですよ。で、読んでくる中で、やっぱりこう、ぐる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 問いが回り続けていて、で、そういった中で、現実と、その仕事の場面と、あとは、その、自分自身と切り分けていく。仕事と自分の境界線をしっかりこう、作っていく。そのためにやっぱりその別の仕事以外のプライベートの部分が私には必要だったんですね。というわけで、多分何も考えたくなかったんでしょうね。海に行ってるか、まあ、海に行くのはだいたい朝5時の始発にボディーボードを背負って、で鵠沼まで電車で1時間ぐらいかけて行って、2時間ぐらい波に乗って、
で帰ってきてボードを置いて12時から9時までの勤務入って泊まりとか、まあでもむしろ気持ちも頭もすっきりするので没頭できたりするんですね。でかと思うと、例えば海に入った日曜日、休みの日、日中海に入ります、夕方から勝利事件法に行くんですね。でもずっとこう自分の体と頭を動かす中で自分をリフレッシュして、多分無心の状態を自分で得ることによってそこから仕事に戻っていく、その区切りを自分の中で作っていたんだろうなって思います。でそうする中で海のショップで出会ったいろんなお兄さんたちお姉さんたち、でいろんな人生を見せてもらう中で、あ、こんな生き方もあるんだとか、こんな人生の選択肢もあるんだ、こんなお仕事の人もいるんだ、でただ何にもなくこうやって笑い合っている時間ってすごい幸せなんだなって思ったりですとか、はたまた少林寺でこういろんな技かけてみたりとか、例えばこう月を研究する中で足さばきに熱中しすぎてうっかりここに当たってしまって青技ができてしまったりとか、なんかそれはそれ受けたんですよ、すごいね。なんですけども、そういうやり取りを一緒にした仲間たちとのなんか納涼会とか飲み会とか、そうですね、納涼会なんかですと15歳ぐらいのヤングな子から、はい、はたまた当時72ぐらいだったんでしょうかね、先生がいて、それまでに兄弟子の兄貴たちがいて、でそういう中で気がつくと私は鷺沼道院の母って呼ばれてまして、ちょっと若い子たちをなぜか仕切ってたんですね、はい、でこう育成を一緒にしていったりですとか、こう指導をしながら少年部をまとめてみたりですとか、あとはそうですね、例えば飲み会の席ってどうしても知ってる人同士で固まっちゃいますよね。で先生の隣ってなかなか行きにくかったりとかするんですけども、私女子でローテーション組んでたりしてたんですよ、はい、じゃあ30分交代で、じゃあ誰々ちゃん何番目にあそこ行ってねとか言って、そうすると先生も普段なかなか声かけられないけども、10分交代かな、はい、お前最近よくやってるな、本当ですか、見てるぞって言ってくれるんですよ。その一言があるかないかでその子のその後のモチベーションって変わるわけじゃないですか。でそういう仕組みをこう根回しをしたりとかもしてたんですね。で自分自身も世界が広がりますし、兄貴たち の温かくも朗らかな人柄にすごい癒されたりもしてましたし、何より役立ったのは実はそこでの育成のやり取りだったり、こうなんとなくチームワークの朗らかな感じっていうのは自分が施設長になった時に一番役立ったんですよ。何かっていうと、育成する側と自分がプレイヤーの最前線でいる側っていうのは、どっちだ、こっちか、はい、っていうのは全然視点が違うんですね。プレイヤーの最前線でいる側というのは自分が手足をどう動かすのか、どう自分がこう体感覚を身につけていくのかってことが大事だったりしますが、育成する側はその人たちにどう声をかけていくのか、どうやってモチベーションを引き出していくのか、どんな風にチームを作っていくのか、あるいはどんな風にまとめていきたいのかっていう風に、ちょっとマネジメントの視点に近いんですよ。で、これがあったことによって私は施設長になった時に自分が部下を育成していく側に立ったんだということ、そうであればこっちの中堅とか新しい園に、実は私個人事業主になってから数年間自分の事業がなかなか振るわなくて、派遣制の保育士のところに登録をして、結構有名な全国にあるような保育園の支店に一日だけの保育士で行ったり、いろんなことやってたんですね、ピンで、はい、でその時はプレイヤーを求められているので、その園の現場に行って今何を必要としているのか、私はどう動けばいいのかとかっていうのを見極めるってことをいっぱいやって、その一日を有意義にそこの中で役立っていくってことをやってましたけれども、プレイヤーじゃなくってマネジメント側だっていうことで自分の意識を切り替えて、じゃあ私は施設長になりましたが皆さんの方がよくご存知だと思うので一緒に仕組み作っていくのを手伝っていただけますかっていう形でそこからやり取りをしていったんですね。でこの立ち位置をスッと取ることができるかどうかっていうのがおそらく施設長としての悩みとか、あとこう主任さんになったけども
自分は何を求められているのか分からなくて、スーパー主任、なんかこう現場にすごく詳しいんだけれども育成が苦手な人っていますでしょ、はい、そういう状態になってしまったりっていうことで、役割の意義や認識をどう持つかっていうところが多分鍵になってくるんですが、その辺も私はすごく養わせてもらったなというふうに思っています。なので仕事はもちろん大事なんですけれども、仕事だけではなくてプライベートの枠組みの中でも学べることっていうのが実は人はたくさんあるんですよっていうことなんです。これは保育だけではなくて他のお仕事でも言えることなので、置き換えていろいろ考えてみられるといいかなって思うんですけれども、実は保育の業界の中では子どもは遊びの中でたくさんの試行錯誤をしたり、もっと例えば砂の城を作りたい、でもなんかこう崩れてしまう、どうしたらいいんだろう、お水持ってきたらいいんだろうか、形を作ったらいいんだろうかとかですね、いろんなことを考えて試行錯誤をするんですけども、遊びという枠の中で実はたくさんの学びを身につけているっていうふうに言われてます。ですので遊びながらどれだけのこう、成長ができるのかっていうところの環境を整えるのも、笑って遊んでいるように見える保育士ですが実は全然違うプロフェッショナルな視点ですよっていうふうに言うんですね。でこれは仕事に対するプライベートの位置づけも言えるなというふうに思っていて、家族と密にコミュニケーションを取るっていうところも仕事の中でのコミュニケーションに生きるところだったりしますし、遊びだったり例えばみんなでバーベキュー行った時にいろんな人に配慮ができるためにどうしたらいいのかとか、みんなが楽しめるためにどんな風に準備をしていったらいいのかって、それは園のイベントに際する時の自分の心構えになるかもしれませんよね。だからどんどん遊びに行ったらいいと思いますし、なんなら仕事のために目いっぱい遊んだ方がいいと思います。はい、仕事に遅刻しない程度にですよ。はい、でたくさん遊んで吸収して自分の内側を耕して、そしてそれを仕事にまた役立てていってください。そうすると社会人としてすごく豊かな社会資源になり得るんじゃないかなというふうに思います。でこれは保育の業界だけではなく他の業界もそうですし、実は私がフランスに行って感じたことでもあるんですよ。はい、何かというとフランスに5月の終わりに去年遊びに行った時に、5時過ぎるとですね、フランスって5月6月7月と夜の10時まで明るいんですよ。日が暮れるのが夜の10時なので5時6時7時って結構いい昼間なんですね。で5時過ぎるとなんか素敵なエクセレントな感じの公園にですね、なんかみんなこうやって寝そべってはーんってワイン飲みながら寝てるんですよ。でも一大そういうこう優雅な昼寝地帯になってましてね、でへーってみんな何やってんですかこの時間帯にって思ったんですけども、ちゃんと遊ぶんです、ちゃんとリフレッシュするんです。でちゃんとリフレッシュする分だけ仕事をしっかりギューッと凝縮してやるっていうことにコミットするんですよ。なのでフランスはそのたくさん遊んでるのになんかこう国力が割と高いっていうのは何なのかと、であんなにこういろんな移民とかいろんな状況があって働いてない人、働けない人もたくさんいるのにあれだけ国力が高いのは何なのかっていうふうに考えた時に、おそらくメリハリがあるからかなと思ったんです。で翻った時に、その友達も言ってたんですけれども、日本人は働きすぎなんじゃないかと。それはいい意味でも悪い意味でもです。いい意味では仕事が好きなんだねっていうのはあるんですよ。でも悪い意味ではだらだら仕事をしてしまう習慣があって、結果的にそれが効率を下げてしまっているかもしれません。だったらメリハリつけてギュギュッと仕事して遊びたい時間に当てましょうよ、自己研鑽に当てましょうよ、自分をリフレッシュしてさらにそこから次の自分を作っていきましょうよ、そういう時間の積み重ねが実は結果的にこちらの引き継ぎをした後の新たな人生だったり次のステージにつながっていったりします。はい、中には思いもよらないところからヘッドハントの声がかかったりする人もいますよね。はい、でちなみに私が施設長のお役目をいただいたのもイマジン横浜っていう、はい、その横浜の150周年イベント、町おこしの
はい、イベントに参加をしてみんなでワールドカフェをやってる時に知り合った外人さんからガーデンパーティーとかでご一緒している中でうちの、岩谷学園の理事長さんをご紹介いただいてですね、そこからのナンパです、はい、というわけで遊びも仕事につながってますよって、プライベートもしっかり豊かにする中で自分の人生の次のステージも作っていけますよっていうお話をしてきました。はい、お付き合いくださりどうもありがとうございました。で、梅チャンネル次回は食育っていう、食べるっていうとこですね。はい、食育をテーマに3月の末29日の水曜日に配信をしますので、そこで例えば4月以降の今度は新しい年度に入ってくる中での子どもの食育計画、子どもが食に対してどんな気持ちを持ってどんな体験を通して豊かさを体験して育んでいくのかっていう、そういう食育の計画っていうのを考える多分タイミングがあるんですけれども、保育園の中で、そこで私自身もすごく大事だなって思った印象に残ったお話と、食のスペシャリストの中山先生を、はい、呼んでゲストでお話をしていきたいただきたいなと思っております。はい、ぜひ番書を繰り合わせの上、ちょっと難しいことを言おうとしたら分からなくなっちゃいました。はい、ぜひいろんなご都合あるかと思いますがお付き合いいただ